ごきげんよう、ガラクタやオルドです。今回はこちらの質問について、このクソ転売屋であるガラクタやオルドがこの疑問に答えていきたいと思います。それでですね、この質問をしたタクラ氏には一応動画化の許可を取っています。では、その疑問、クソ転売屋である俺から答えよう。まず中古の場合ですね。中古の場合は売り出す理由が不要品の整理になります。なので、古物商許可を得た店が一般の客から買い取るんですね。で、店側は基本的に不要品を引き取っているだけなんで、買い取り額はそんなに高くならないんですよ。一部例外はありますけど。で、だから、販売価格も安く抑えることができるんですね。基本的には。で、一部例外があって、それがね、マニアがコレクション整理のために買い取りに出す場合って、希少価値が高いものがちょくちょく出てくるんですよね。ネオディケイドライバーとか、ブリザードナックルとか、あとクローズビルド缶とか。誰かこの辺のやつ貢いでくれないかな？あれ高いんだけど、本当に。買い取り価格も高いし、販売価格も高いし、なんならメルカリより店の方が高いまであるからな、これ。なんですよ。対して、転売屋の場合ですね。基本的には、目的は金稼ぎです。判断基準は利益が出るか否か。で、まず、流通量が少なくて、需要が高いであろう商品に目星をつけるんですね。で、それらの商品を SNS で調べて、実際にどうなのかっていうことを確認して、で、いけるって判断したら購入するんですよ。で、商品の価格は基本定価プラス手数料プラス送料プラス個人の利益。ここで言ってる手数料っていうのはメルカリとかの販売手数料のことです。なんで、販売価格が定価を超えるのは必然なんですよ。だから、基本的に転売屋って高いんですよね。まあ、ざっくりまとめると、中古品っていうのは基本的に、不要品の整理で、結果として売りに出されたもの。で、転売は金儲けと、こういう感じになります。で、あとは、タクラ氏から届いた一問一答に答えていきたいと思います。ね、まず、詳しいね。そら、転売屋だからな。あれ、中古販売者じゃないの？たまにゲーセンの景品と投げ売りされてる新品も扱います。メルカリとか使ってるイメージ。メインはフリーマーケットなんだけどな。メインフリーマーケットなんだよな、俺。というわけで、今週末の11月22日、横浜子供の国フリーマーケットに出店します。そんなに売ってて自分の分のコレクション大丈夫？むしろ金がやばいんだよな。マジでね、残高がやばいんだけど、銀行の。というわけで、今回は、まあね、簡単に疑問に答えていきました。まあ実際に転売屋と中古品の販売の違いについて、これで分かっていただけたんじゃないかと思います。ご視聴ありがとうございました。うちのチャンネルでは、この他にもちょくちょく仮面ライダーのおもちゃとかを買ったり、あとたまに、ごくたまに、まあだいたい1週間に1回あるかないかぐらいなんですけど、夜に雑談配信をしていたりするんで、もしよければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。